ちょっとね、汚れちゃった。ごめん、ちょっと。なんすか？え？いや、もうニューヨークで、はい、要は B-Boy たちがもう大流行。岡田さんに最後の質問です。はい。あなたにとって、デブって何ですか？デブ？初めてなんで。I wash my TV, Tupac was my MC. You're my comic Monday, something that you can't say. 吉本楽屋ファッション探訪。これですね、楽屋で、くつろいでる芸人さんでおしゃれな方がいらっしゃったらすぐ僕が突撃していって、今日どんな服を着てるのかっていうのを、教えてもらうというコーナーでございます。ちょっとね、最近はこういう撮影が多いですけども、今日はちょっと見つけちゃいました。コメント欄にもご要望があった、出てほしいと声が結構ありましたね。この方です。サルゴリラの赤羽さんでーす。どうもお願いします。お願いします。赤羽さん、赤羽さんね、はいはい、赤羽さんね、はい、結構いるんです、ファンが。本当ですか？うん、いや、僕も吉井金貫とチャンネルめちゃくちゃ見てる。見てくれてんねんな。赤羽さんおしゃれやねんな。今日も、うん、だって撮影するって言ってないけど、はいはい、今日もめっちゃおしゃれやもんな。マジもう完全私服ですよ。完全ですよね。用意もしてないですもんね。だってこれロサンゼルスアパレルのロンティーなんですけど、はい、いくらぐらいですか？あ、でも安いですよ。3000円ぐらい。見て、コメント欄で太ってる、ファッションお願いしますって言ってましたけど、はい、もうこの人をお手本にしてください。めちゃくちゃおしゃれ。この白のロンティーが膨張色やのに全然パンパンに見えへん。でしかもビッグサイズですね。ドロップショルダーなんて、ね、そうそうそう、ね、2XL かな。 2XL で、でしかもこの間ラーメン藤丸行った時の、はい、ちょっとシミがね。 ありがとうございます。このねラーメンのシミっていうのはですね、はい、まず洗剤、はいはい、食器用洗剤をベトってつけるんです、はいはい、でお湯洗いでシャシャシャッと濡らして、はい、うん、もみ洗いした後洗濯機にぶち込んだら大体取れます。でしかもそれ取れなかったら歌丸石鹸。あ、歌丸石鹸、はい、だったらもう綺麗になります。なるほど。元相方がのカジエモンだから。なんかすいません。いや謝ることじゃない。歌丸石鹸の存在してた。殴り合いの喧嘩して解散した。いや違う、全然っていう噂僕は流してるんですけど。いやいや、殴り合いは全然もっと前、解散の もっと前、ルミネの楽屋で。で先輩が止めに入った。そう、長木さんが止めてくれて申し訳ない。本当にちょっとおかけください。いいんですか？すいません。いやー、帽子がおしゃれですね。まずこれね、同期のライスの関町、はい、この間楽屋探訪にも出てもらいました。あ、本当？おしゃれですよね。関ちゃんもやっぱエビスっ子だから。ね、根っからおしゃれやから。そう、だから普通に街歩いてるだけで、なんかおしゃれなもん見つけんのよ。でも、あいつが被ると、なんか全然似合わない。なるほど。いや、マジでそうなんですよ。赤羽さんやから似合うっていう。赤羽さんは自分が似合うものをすごく分かってらっしゃるというか。嬉しい、俺は。で、このスニーカーも結構詳しいじゃないですか。まあ、好きですね、スニーカーも。今回のスニーカー、これ、超レアスニーカーでもなくですか？レアでもないと思います。アディダスの、プロモデルっていう、はい。あ、プロね、スーパースターのハイカットみたいなやつですね。そう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 。それの、なんかね、コラボっぽいんですけど。あ、424。あ、424っすやん。知ってる？ダブレットとかもコラボしてますよ。あ、そう。結構イケイケブランドじゃないですか。そうそうそう。でも全然安くて。いくらぐらいですか？ 1 万ぐらいで買う。ああ、安い。あ、でもちょっとね、汚れちゃった。ごめん、ちょっと。何すか？ちょっと汚れちゃってるから、やっぱ白はね、はい、汚れちゃってるから。はいはいはい。あ、これ僕も使ってます。やっぱね、クレップさんの、やっぱこのクレップワイプ。さすがです。これでね、ちょっとした汚れも完全に落ちますから。スニーカー同好会の。そうなんですよ。さすが、スニーカーのケアもできてて。で、この、はい、表と裏があって、はい、このボツボツのある方は強い汚れ用に。あ、やっぱそうなんですか？そうそうそう。いや、俺もこれどっちが表か裏か分からんくて。基本、ちょっとした、今歩いてきてついちゃったぐらいのはもう、これでね。あ、でもこの辺はやっぱちょっと汚れてるんで、これでもうゴシゴシ、こっちのボツボツの方で、ゴシゴシやればもうほら、綺麗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 になるんですよ。やっぱ白のスニーカーって白のままがいいですもんね。そうなんですよ。なんかちょっとまあ汚れてんのもかっこいいですけど、まあコンバースとかはそれでいいかなと思うけど、やっぱ革はね。やっぱね、やっぱ真っ白で履きたいっていうのはね。うわ、もうこういうトーク久々できたな。楽しいな。
で、まあ、アディダスの黒のスニーカーで、はい、ちょっとパンツも3本ライン入ってませんか。そうなんです。やっぱアディダスの時、俺アディダス履きたくて。わかる。マジでわかります。いいなぁ、洒落てるなぁ。これ普通の3本ラインですか？なんか、ロールアップしてますやん。そうそう、ちょっと長くて、はい、あの、俺ウエストが太いから、はい、ウエストに合わせると、うん、やっぱ、このレングスも長くなっちゃう。なるほど、なるほど。大体全部こうやって折っちゃうんだけど。この、いろんなテクニックあるじゃないですか。ベルトループのところをぐるぐる巻くっていう。それだとやっぱ、男子はね、股間がちょっと気になりますよね。そう、だしかもあの、デブは、こっち折っちゃうと、きつい。股髪はやっぱ深めがいいな。なるほど、うん。動きやすくするためにも、そうそうそう、このロールアップがおすすめ。そうなんです。なんかジャージのロールアップでも全然綺麗な、なんかラインが出ますね。そう、なんかちょっとね、こう。うん、テーパード効いてますね。テーパード効いてるんで。ちなみにこれはいくらぐらいしました？ジャージ。はい。ジャージ俺アディダスのオンライン見てて、はい、で、セールかかってて、はい、3、4000だったぞ。これはもう買い物上手。いやね、本当に。だって、上下で今6000円ぐらいですもんね。あ、確かに確かに。すごい洒落てる。いやいや、もう、やっぱね、なかなか高いのは手出なくて。わかりますわかりますわかります。ただ、はい、今年の冬ちょっと。もう、俺が今行こうとしたらもう、すごいやん。今年の冬はちょっと冒険しました。はい。あれ？こちらの、マーモットさんのね。あ、マンモスの？そう、マンモットのマンモスパーカーって言うんですよ、これ。はいはいはい。これはもうニューヨークで、はい、要は B-Boy たちがもう大流行で、これビギージャケットって言われてて。え、ビッグポッパーのノートリアスビッグのビギー。多分これ着てる。もうちょ、これ M なのよ。俺が M ってことは相当でかいね。ちょっと着てもらっていいですか？海外サイズの M だと、はい、まあ、普段日本だと僕 XL とか着てるんですけど、めちゃくちゃいいサイズでしょ。でしかも超めちゃくちゃいいサイズ。しかもこれニューヨークだとビギー狩りって言って、はい、もうそう怖い人たちに狩られちゃうらしいね、うん、え、どういうことですか？これが人気があってってことですか？人気でも品薄で、うわ、一時期ね、はい、そうそうそう、うわー、洒落てる。これがね、なんか一個外しのキャップがいいですよね、また。ありがとうございます。え、ちなみにこのジャケットおいくらしました？定価ね、多分8万近く。うわー、高っ。僕4万円で買いました。4万円、ありがとうございます。4万円どこのパン？4万円スプリンクラーだけど。え、どうやって買ったの？メルカリですよ。メルカリさんですよ。やっぱりメルカリっていいですよね。メルカリさんは本当最高。いいなぁ、いい買い物ですね。いや、ありがとうございます。だって状態ほぼ新品じゃないですか。ほぼ新品です。これ去年出たモデルで、なんだっけな、なんかこれもなんですけど、なんかそうっすよね、その今年出たモデルと去年出たモデルがね、好みによって去年の方がいいなってなって、しかも安く買えるっていうのはメルカリいいっすよね。そう、去年はこの黒にオレンジ、あ、今年は多分この色ないんで。いいな。あ、このグッドオールさんとのコラボなんですよね。このブランド僕存じ上げないですけど、グッドオールって。多分僕も全く知らないですけど、今回初めて買わせていただきましたけど。ちょっと待ってください。はい、なんで知らんの言ったんですか。なんか知ってる感じで。いや、知ってるかなと思って。よし。いや、僕は知らなかったです。よしだと知ってるかなと。でもやっぱこのマンモスジャケットを別注するっていうことはやっぱ、はいはいはい、なんでその知らんグッドオールを何回も出すの？知らないんですよ。やっぱり全く知らないです。別にかっこいいからブランドなんかどうでもいい。もうどうでもいい。でもこの絵を見ても、はい、やっぱもうハイセンスのことわかるじゃん。わかる。このタグがおしゃれやなとか、こういうタグのもう全面のプリントした T シャツとかやってくれへんかなみたいな、たまにブランドありますよね。そうそうそう、あるある。いや、おしゃれやな。嬉しいよ。ずっと出なかったから、これ。いや、よく見てくれてるんですよね。一回名前出たん。はい。おしゃれランキングで出させていただきました。サルゴリラの赤羽さん。清潔感あふれるファッショナブルデブでした。もうそのね、今年一番嬉しかったの。いやいやいや。あ、俺負けてたんだ。いや、キングオブコントで準決勝行ってるでしょ。いや、おしゃれてる。シューズ、はい、パンツ、アウター、キャップ全部おしゃれですけど、はい、やっぱこの人ね、バッグもおしゃれなんですよね。バッグもね、これ僕やっぱアメリカの大学生が一番好きなんですよ、うんうんうん、ファッション、うんうん、やっぱアメリカの大学生はやっぱジャンスポーツさん、
ジャンスポ結構ね、うん、高校生とかもね。そうそう、ね、お安いし、リーズナブルじゃん。なんか形変わってますね。そうそうそう、なんかね、これなんつうやつだっけな。メッシュもあって。うん、そう、ビッグキャンパスってやつかな。はい。あ、容量も入りそうですね。めちゃめちゃ入る。いいですね。コンとするんで。衣装も。衣装とか小道具も持ってきやすくて。さすがにこれは高いんじゃない？これが、4000円。安すぎるだろ。なんでスプリンクラー行くの？安すぎるやろマジで。安い時なんでスプリンクラー行くの？ちょっとスプリンクラーズームするんで。いや、ズームする意味が安すぎるだろ。いや、もうマジでズームしてるしか意味わかんない。ちょっとだから買い物上手ですね、赤羽さんは。いや、ほんとね、僕は安いもの見つけたこれだっつってもすぐ買っちゃうんですよ。一点もん高いのを入れつつ、うん、全部安くしてもこんなにスタイリッシュにまとまるっていうのが、いや、ありがとうございます。本当に取れ高バッチリです。本当に大丈夫。じゃあ最後にちょっと、はい、ファッショニスタが見てるので、はい、赤羽さんに最後の質問です。はい。あなたにとってデブって何ですか？デブ。ファッショニスタが見てる。はい。俺たちデブ。はい。いや、まあ。ずっとやっぱデブとして生きてきたんで、なんですかね、もう本当、俺自身がデブ、デブが俺がデブ、デブ俺、なんなんこれ。ファッショニスタさんに何よ。いや本当最高です。結構ね、ふくよかな方とか、はい、オーバーサイズをどうやって着るのっていう方は、はい、ぜひ赤羽さんの、インスタや、ツイッターとか、YouTube チャンネルもやられてます。サルゴリラでやってますんで、めちゃくちゃコントも面白いですし、ファッションのお手本にもしてください。、というわけで赤羽さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、初めて楽屋探訪で、なんか久保田さん以来ですかね、久保田さん以来本当に真面目にファッションの話ができた気がします。また、本編の方にもゲストに出てもらいたいと思います。本当に、赤羽さんにとってデブとはっていうのを聞きましたけども、本当に、参考になった感じがします。今日は本当にありがとうございました。いや、じゃあ視聴者に向かってです。視聴者の方に言ってます。向こうで、ありがとうございました。じゃあ俺が視聴者に向かって言ってんのよ。映っちゃってるから完全に。ありがとうございました。